よく頑張って、よく頑張って、全部出したあ、違ったな、これ。こんだけ残ってるさ。冬を迎えないとわからない、わからないのもあるって、うん、わからないのは今やらなくてもいい、また何ヶ月後かにやればいいから、うん、今日はこれでおしまい。うん、あ、綺麗に収まったから少なくなってるようには見えるよ。見えない、うん、さこっちに行く何もないさ、ほら、うん、前全部あったよ、こっちも下着とあれだから、靴下だから、これはパジャマで、うん、あ、冬の靴下。こっちは痩せたら履きたいズボンと、うん、これはあんまり使わない、なんていうの、付属品みたいな。だからこっちはあんまり、一番下だから開けなくていいさ、うん、減ったんじゃない、うん、ねえ、洗濯いくの、洗濯にもあるよ。でもあのハンガーが一番物語ってる。簡単に計算してこんだけなくなったっていうのかな、うん、今頭の中でビフォーアフターの曲が流れるでしょ、自分ナレーションが流れる。そう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 、やってみる、okay. 壁一面を使った大きな収納も用意しました。全部入った、元の位置に戻った。終了、うん、1ヶ月経ったよ、早いんじゃない。次は秋、チョコレでもまだいっぱいに見えるけど結構減りました。中のって考えたら別になんじゃないじゃん、うん、冬服も夏服ものかな。一番自分が洋服減らす方法は、全ての荷物を一旦実家に持って帰ってから、うん、実家で1週間でも1ヶ月でも過ごしてから、やっぱり無理、実家って言ってから出ていく時が一番荷物、うん、必要なものだけ持って出ていくって、いつも So all his clothes are fitted in the closet and he won't be needing this rack anymore. So I think I can make this useful at my mom's house because I'm secretly planning on decluttering my mom's house next weekend. So I'm gonna bring this to my mom's house.